夕闇怪談ラジオへようこそ。パーソナリティの霊夢よ。今宵も素敵な怪談をお話しできればと思っているわ。そしてなんと、パート3。みんなありがとう。前回からだいぶ時間が空いちゃったわね。本当はゴールデンウィークあたりに出そうかと思ったんだけど、めんどくさくなっちゃって。みんなは夏は好き？私は暑くてマジ無理。今年はみんなで肝試しでもしようかしら。ゆかりに厚化粧させて待機させれば完璧ね。むむ、視線を感じる。そうそう、私はホラゲーとかはやらないんだけど、みんなは遊んだりするのかしらね。正直実況とかでキャーキャーしてるのを、ヘラヘラしながら見るのがちょうどいいわ。さて、それじゃあおしゃべりはこのくらいにして、怪談話としゃれ込みましょうか。早速一本目の怪談。どうぞ。何階から落ちますか？予期せぬ時に予期せぬ出来事が起きると、どうしてよいかわからなくなる。これは、俺が先日体験した話。俺はその日、市内のデパートに買い物に行った。デパートといっても、大手のところではなく、ちょいと古い小さなデパート。雨が降っていたこともあり、平日の昼間、お客はあまりいなかった。俺は5階にある紳士雑貨で目当てのものを買い、さて帰ろうと思ってエレベーターに乗った。上から降りてきたエレベーターには、二人のお客が乗っていた。ちなみにエレベーターがあるなんて洒落たものはいない。4階に着き、お客は二人とも降りる。エレベーターには俺一人。そのまま下がっていき、3階を過ぎた時だった。突然エレベーターが止まり、電気も消えた。どうやら停電のようだった。これには焦った。お、とかすで言ってしまった。誰も聞いてなくてよかった。しばらくすればすぐ動き出すだろうと思ったが、どうにも落ち着かない。何しろこのエレベーター、窓がない。しかもなぜか非常灯もつかないので完全に真っ暗。このうんぼろデパート目。明かりが欲しかったので、俺は携帯を取り出した。ぼーっと明るくなる。なんとなく落ち着く。エレベーター内の奥に立っていた俺。携帯から顔を上げて何気なくドアの方を見た。操作パネル板とは逆側の角に、誰かが後ろを向いて立っていた。よくある、髪の長い白い服を着た。というものじゃなかった。暗くて色はよくわからなかったが、ワンピースを着たショートカットの女性だった。俺以外乗っているはずがないのに、そこにいた。俺は固まった。ほんの数秒だろうけど、俺は動けなかった。それを見たくなかったが、なぜか視線を逸らせなかった。心の中で、お願いだから振り向かないでくれ、と祈った。声も出さないでくれ、動かないでそのままじっとしていてくれ、と祈った。もしそいつがこっちを向いたり、何か、きっと恐ろしい声で何か言ってきたら、俺は永遠に叫び続けることになると思った。自分の叫び声で気が狂ってしまうと思った。俺は携帯を切った。今度は明かりが怖かった。馬鹿げてるかもしれないが、その明かりのせいで、そいつがこっちを向いてしまうのではないかと考えた。徐々に暗闇に目が慣れてきた。そいつは相変わらず、角に頭をつけるような格好で、こちらに背中を向けて立っている。俺はじっと固まっている。嫌な汗がたくさん出てきた。するとそいつが動いた。背中を向けたまま、操作パネルの方に動いていった。歩いている感じではなかった。滑るように、音もなく動いた。俺はなんとか叫ぶのをこらえた。声を飲み込んだ。そいつは操作パネルの前に立った。俺はもう、ガタガタ震えていたと思う。もうダメだ、もう限界だ、と思った。そいつが手を挙げて、最上階のボタンを押した。暗かったはずなのに、そいつの指はよく見えた。爪も剥がれてボロボロの指だった。そしてゆっくり振り向いて、低い声でこう言った。何階から、落ちますか？死人の顔。言葉では言い表せない。俺はそれと目を合わせてしまった。いや、目なんてなかった。黒い眼科を見た。俺は限界を超えた。
俺の体が、叫ぶために息を大きく吸い込んだ。さあ声の限り。という瞬間、パッと明かりがついた。エレベーターの稼働音がした。アナウンスの声が聞こえた。一時的な停電により、お客様には大変ご迷惑を。そいつは消えていた。俺は無事に、エレベーターから出ることができた。後で、昔そのデパートの屋上から飛び降り自殺をした女性がいる、という話を聞いた。ああいった古い建物にはよくある話かもしれないが、俺は信じた。俺はもう、あのデパートには行かない。一人でエレベーターには乗らない。今度は無事に済む気がしない。あの顔とあの声は、一生忘れられそうにない。な、ん、か、い、か、ら、お、ち、ま、す、か？うむうむ、こんな体験したら、閉所恐怖症と暗所恐怖症を同時に患いそうね。そういえばみんなは、恐怖症とかある？私はそこの見えない水が苦手よ。他にもそういう人いるのかしら。あと集合体恐怖症なんかは有名よね。ラジオだから画像を載せられないのが残念だわ。さて、それじゃあ次の話をしましょう。深山の木。小学3、4年生頃の話。地元の子供たちは、夏休みは毎年家の裏の林で、クワガタ取りをするのが恒例だった。クワガタ取りはいつもは友達と行くんだけど、前日に探索した際、でかいミヤマクワガタが取れるスポットを見つけたので、ミヤマ独占を目論んで、その日は一人で林に出かけた。ミヤマの木にたどり着いた俺は、一心不乱にミヤマを取っていた。すると後ろから、何してるの？と女の声がした。俺はとっさに隠れた。いつだったか、雪を集めて鎌倉を作るのがめんどくさくなり、排泄場に捨てられた雪を直接真下に掘り進み、アリの巣状の巨大鎌倉を作ったことを思い出す。家からこたつを持ち出そうとしたところ、死ぬ気か、と親父にしこたま殴られ、俺の巣が一夜にして壊された苦い記憶が蘇る。深山の木は急斜面に位置しておりかなり危険な場所なのだ。大人に見つかれば二度と来れなくなる。当時大人は、俺にとって遊び場を奪う忌むべき敵だった。そっと様子を伺っていると、女が走り寄ってきた。見つかってから隠れたので無理もない。小学校高学年くらいの女の子だった。何してんの？虫取ってる。もっと面白いとこあるよ。どこ？あっち。そこなし沼越えた向こう。底なし沼は緑色の気味の悪い沼で、錆びた自転車やら、ポリバケツなどが散乱していて、沼の真ん中には、片っぽだけの長靴、があった。沼にはまったが最後、生きて出てこれないとか、隣町の子が沼にはまってそれ以来沼から助けを呼ぶ声がするだとか、噂の絶えない場所で、誰も近寄りたがらなかった。沼の向こうは誰も見たことのない異世界だった。よし、行こう。恐怖心もあったが、何より沼の先が見てみたい。気味悪いが、少なくとも底なし、でないことは確認済みだ。片っぽだけの長靴は、俺のだからだ。沼越えは困難を極めた。沼の真ん中を突っ切った方が早いが、長靴ではないため、沼の縁を歩いた。とはいえ、足を取られないようにぬかるんだ地面を歩くのは体力がいる。深山用に持ってきた瓶詰めの蜂蜜の重さが恨めしい。沼越えに蜂蜜はいらない。虫にも悩まされた。蜂蜜に寄ってくるのだ。いっそ捨ててしまいたかったが、俺の朝食のホットケーキにも使うので無理だ。そして何より女がどんくさかった。謎の小虫が飛び交っている場所があり、俺はダッシュで駆け抜けようとした。その時後ろで、へあん、と情けない声がした。無視してしまいたかったが思いとどまった。そこ、飛び越えられないよ。支えてやるから飛べ。一刻も早く小虫スポットから抜け出したいのに、なんてざまだ。俺は小虫スポットに飛び込み、
通り抜けることもできず、コムシスポットで女を待つ羽目になった。蜂蜜を持っているので、不快指数は200だ。ごめん、ありがとう。来るときどうやって来たのさ。え、あっち側。あっち側は道あるんだよ。女は沼の対岸を指さして言った。何を言ってるんだこの女。そんなこんなで、ハエやらアブやら謎の虫にたかられながら道なき道を進み、とうとう俺は沼越えを果たした。沼を越え先へ進むと細い道が現れ、さらに進むと開けた場所に出た。トラックやショベルカー、クレーンなどが無造作に置いてあった。人気が全くない。建物も一つもない。周りは鬱蒼とした木に覆われ、ここに至る道は自分が歩いてきた小道しかなさそうだった。トラックはどうやってここに持ってきたんだろ。変な場所でしょ？うちの秘密基地。トラックの荷台にはお菓子の袋が散乱していた。いつもここで食べるんだ。他の人呼んだの初めてだ。無造作に置かれてる乗り物には違和感があったが、あまりに静かで誰にも知られてない場所という感じがしてワクワクした。その後はトラックの運転席に乗ってドライブごっこしたり、俺が取ったクワガタを戦わせたりして遊んだ。やがて、日が沈み始めたので帰ることにした。そろそろ帰るよ。また来ていい？いいよ。さっきの木まで送るよ。帰りは来た時とは逆ルート、道のあるルートで帰った。めっちゃ快適だった。じゃね。バイバイ。うち、休み中はこの辺うろうろしてるから。あとは勝手知ったる道だ。林の出口に差し掛かるとき、男の声が聞こえた。振り返ると我が家の向かいに住むおじさんがいた。血相変えて走り寄ってきた。何やってたの？え、ごめん。心配したんだよ。おい、いたぞ。何が何やらわからない。家の方を見ると大人たちが表に出て、何やら騒然としている。何時だと思ってるんだ。親父から、しこたま怒られた。母は泣いていた。そんな遅くなったかなぁ。今までどこいたんだ。と親父は怒鳴る。あたりを見渡すと真っ暗だった。さっきまで明るかったのに、ど深夜だった。俺は深夜2時頃、林からふらっと帰ってきてたんだ。両親は夕飯になっても俺が戻らないので、方々探し回ったが見つからず。ご近所さん総動員で林の中を今まで探し回っていたという。そんなはずない。さっきまで明るかったはずだ。こんな深夜に、懐中電灯もなしに歩き回れるはずない。女ともさっき別れたばかりだ。いろいろ事情を説明したが取り合ってもらえない。わけがわかんないままうやむやにされた。もう一つ腑に落ちないことがある。林を探していたのは、友達の小野寺くんの証言があったからだそうだ。話によると、俺と林に入り、昼まで遊び、飯を食いに一旦家に帰った。俺は、腹減ってないからここでクワガタ取ってる、と言って、残っていたそうだ。昼食を食べ、もう一度戻ると俺の姿が見えない。仕方ないので帰ったとのこと。知らん知らん、そんなこと。もともと深山スポットバレたくないから、俺一人で出かけたのに。後日もう一度林に行ってみた。沼越えはできたが、そっから先がわからなくなっていた。結局あの女の子とは一度も会えなかった。俺は深夜まで明かりもなしに昼以降、ずっと一人でいたことになる。何してたんだよ俺。深山クワガタ、みんなは知ってる？頭が特徴的で、涼しいところを好む虫みたいね。虫といえば、カブトムシを食べたりする国がある、って話を聞いたことがあるわ。唐揚げとかすると美味しいのかしら。まあでも油ゼミの方がたくさんいるし、唐揚げならそっちでいいわよね。ね。食糧難に立ち向かう巫女を褒めたたえるがいい。自利品で食うもんがないんでしょう。うるせえ族され吸血鬼不正が。はあこれだから吸血鬼は。フラなんたも吸血鬼なんだよ。さて、次の話行きましょうか。底なし穴の奇妙な儀式。
友人と二人で、車でスキー旅行に行った帰りの、真夜中3時過ぎ。東北の某村を、近道して通り抜けようと車を走らせていました。土地勘がない上に、街灯のない真っ暗な道で、二人ともかなり不安でした。両脇の畑は残雪で真っ白でした。不意に脇から松明を持った老人が、何か叫びながら私たちの車に向かってくるのが見えました。老人の表情が尋常でないのが怖かったのですが、何を言ってるのか聞くことにして、車を止めて窓を開けました。方言で聞き取りにくかったのですが、怒った口調で先に行くなと言ってるようでした。しかし、今から来た道を戻る気になれなかったので、どうしてこの先に行けないのか聞き返しました。ですが老人は、この先に行くなの一点張り。こちらも意地になって、窓を閉めて車を発進させました。するとまたその先で、松明を持った別の老人が雪原から現れました。同じことを言われるのが嫌だった私たちは、車を止めずに行き過ぎました。ところが、今度はいきなり道がなくなっています。急ブレーキで止めた車のヘッドライトの光線は、何も照らし返すことなく、本当に漆黒の闇です。何事かと思い、二人で車を降り立ってみた光景は信じられないものでした。凄まじくでかい穴が雪原に開いているのです。その穴はクレーターのような形で、穴自体には残雪がありませんから、昨日今日にできたような感じです。そこには鳥居が建てられて、鳥居の周りで松明を持った数人が、何か儀式らしい動作をしています。二人とも、同時にこれはまずいと感じて、大急ぎで車に乗り込み、元来た道を戻りました。道の途中で、十数人の老人がこちらを睨みつけている横を通り抜けるときには、本当に冷や汗が吹き出しました。山を一つ越えて、街灯の灯った街中に入った瞬間に、友人も自分もやっと口が開きました。後日、あの穴は何だったのか確認しようと、昼間同じ村に出かけたのですが、穴はなく、道も全く途切れていませんでした。ただ、ゴルフ場を作る工事の告知の看板だけがそこにありました。そ、こ、な、し、あ、な、の、き、みょ、う、な、き、し、き。ふーむ、なんか聞いたことある気がするわねこれ。そういえば、このラジオで選んでる階段は、私が見たことないものを適当に選んでるのよ。ただ私、最近あんまり階段聞いてなくてね。もし最近の面白い階段があったら、ぜひコメントで教えてほしいわ。もしかしたら次回あたりで読むかもね。しかし夏ってのはこんなに暑かったかね、なんて毎年考えてるわ。はぁ、冬も冬とて同じようなこと考えてそうだし、また来年も同じこと考えてるんだ。って思うと、存在自分も幸せなのかもしれないわねー。さ、それじゃあ次は音楽でもかけましょうかしらね。君と僕のワールド、どうぞ。深夜の
ずっと息ができない息ができないよねえきっとねえきっと君もそうでしょ君も一緒なんでしょ僕が描いた世界に招待してあげる笑ったらいいよ笑ってもっとどこかちょっと切なくたっていいよキラキラできない息ができないよねえきっとねえきっと君もそうでしょ君も一緒なんでしょ僕が描いた世界に招待してあげる笑っていいよ笑ってもっと僕のことを見てなくたっていいよキラ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 君と僕のワールドキラ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 君と僕のワールドに曲の URL を載せるはずだから、ダウンロードしたい人はそこからお願いね。歌、それは神を称えるものであったり、また賛美するものだったり、もともとは宗教的意味合いの強かった文化なのよね。他の動物には持ち得ない独自の能力、火が人間の生命を象徴するものであるとすれば、音楽は人間の文化を象徴する、特別なもの、なのかもしれないわね。次に話すのは何がいいかしら。なんかこう、有名なものでも話そうかしらね。八尺様とか、山の毛とか、そういうのって何度聞いても面白いじゃない？でもその前に一つ、別な話をしてからにしましょう。もしかしたら何を話そうとしてるのかわかるんじゃないかしら。それじゃあ次のお話、どうぞ。山で変な生き物を見た。先日群馬の実家に帰ったんだが、そこで変な生き物を見た。オカルト系っぽいし、自力で調べるより、的確な答え教えてくれそうだからここに書き込む。俺は普段東京の小さい企業で働いてるサラリーマンなんだが、3月中旬頃に3日程度の休みが取れたから、久々に群馬の実家に帰ることにした。まあ帰ったところで、群馬の中でも特に山って感じの場所だし、車で2、30分も下ればそこそこの市街地に出られるんだが、山の綺麗な空気もいいなって初日は家でゴロゴロしてた。次の日、なんだかさすがに暇になってきて、どこかに遊びに行こうかと思ったんだが、俺は車を持っていないし、家の車は親父が仕事に行くのに乗ってったから、ない。バスを使うにも、市街地行きのバス停は最寄りで徒歩30分以上かかる。そこでグダグダしてた俺を見た母親に、あんたそんなに暇なら山でも登ってくれば？って言われた。俺の家から数分歩いたところには、小さい山があるんだ。特に何もない山なんだが、登り始めから頂上まで大して時間はかからないし、景色も綺麗だし季節的に虫とかもいないだろうし、その山に行くことにした。まあ普段オフィスで、一日中 PC カタカタしてる俺には山登りなんて新鮮で、花田の木田の開けたところから見える景色だのをスマホで撮りながら歩いてた。そのうち整備された登山道から外れて、獣道って感じの道に入っていった。普通なら、もう危ねえ、とかなるだろうが、探検でもするような気分で、茂ってる熊笹だの何だのを手で避けながら、ガンガン奥の方に入ってった。そしたら、自分の右後方の方からガサガサガサって感じでいきなり音がした。ちょっと大きめの動物が小走りで茂みを走ってる、といった感じの音で、俺はかなりビビった。熊はいないとしても、イノシシとか野犬とかなら、いてもおかしくないだろうし、
襲われたらかなりヤバい。ウサギとか猫とかであってくれ、と顔だけそっちを向いてじっとしてたら、本当に数秒の間だけ相手の姿が見えた。最初はイノシシだと思ったんだが、どうも違うようだ。いや見間違いだろとは思ったけど、そうでもないらしい。なんというか、大型犬サイズの、イモムシだかナメクジだかみたいなフォルムのやつに、茶色い毛が生えてた。顔はよくわからなかったが、多分触覚があった気がする。そんなのが俺の後ろ5メートルくらいの場所を横切った。姿を見た時間はほんの数秒で、最初はイノシシかー、怖いなー、気づかれなくてよかったー、とか思ってたんだが、どうも違うぞってなって、スマホのカメラを起動させて、後を追ったんだが見つからなかった。なんだよさっきの気になるじゃねえか、とか思いながら山の上まで登って、降りようとしたけど、下手に迷ったりしそうだから、また写真何枚か撮った後、ちゃんとした登山ルートから下山して家に帰った。時間としては1時間ちょっとくらいかな。家に帰ってから両親に、山でイノシシっぽい生き物見た。って言ったら、ああなんか最近イノシシの目撃情報あったねー、と言われて、そんな危ないところ進めんなよー、なんて会話して、3日目は市街地で遊んでからそのまま帰った。それからは今日まで、山で見たのはイノシシ、ってことになってたんだが、どうも釈然としない。どう見てもイノシシじゃなかったし、パッと見だけど足っぽいのもなかった。とにかく断定できないし、もやもやするのも嫌だしここに書き込んだってところ。何か有力な情報あったら教えてくれ。山で変な生き物を見た。毛の生えたナメクジ、顔に生えた触覚。グロすぎでしょ。通過ナメクジって害悪よね、塩かけてやる。ウミウシはカラフルで綺麗なのに、どこで差がついたのか。ところでこの生き物の特徴、別なお話に出てくる化け物と特徴が似てるのよね。話を読みつつ似てるなぁ、とか思ってたら、話の終わりにそのお話へのリンクが丁寧にも貼ってあってね。というわけで次はこんなお話。獅子の毛。先日愛犬と一緒に、地元の山にキャンプに行ったんだけど、そこで変なものを見たんだ。場所は石川県のとあるキャンプ場なんだけど、そこで犬と一緒に一晩キャンプしたんだ。まあ地元だとキャンプ場としては結構有名なところなんだけど、昨日は雨が降っていたせいか、俺たち以外キャンプ客はいないって管理人も集金に来たとき言ってた。ひも U字工っていう、U の形になってるコンクリートの塊みたいなやつがあるんだけど、それになんとか火をつけることができて、夕食とかの準備もできた。キャンプって言ったらカレーだと思って、カレーと飯盒で炊いた飯で済ませた。犬には、持ってきたドッグフードを食わせてた。ちなみにジャーマンシェパードで、名前は、ルッツ、っていう。雨がちょっとひどくなってきたんで、ルッツと一緒に、早々にテントに引き上げたんだ。テントは3人用のやつで、ルッツと一緒とはいえ十分な広さで快適だった。ランタンの形した LED 付きのやつを天井からぶら下げてたんで、中は結構明るかった。クマが出るかもしれないって管理人の人に予約した時に言われたんで、家からサバゲの時に使ってるガスガンを持ってきたんだけど、ケースにしまったまんまでその時は使うことなんて考えもしてなかった。ルッツを撫でながら本読んだりしてたんだけど、22時くらいかな。そろそろ寝ようと思って、電気を消そうと思ったんだけど、外から猫みたいな声が聞こえたんだよね。猫って言っても、ニャーとかじゃなくて、発情期とかに赤ん坊の鳴き声そっくりの猫の鳴き声。聞いたことある人は多いだろうけど、そんな感じの声。俺の実家の周りは、結構野良が飼われてるのかわからないけど、猫が多くて、発情期になると毎年のように、その声が聞こえてたから慣れてた。でも、山に猫っているもんなのかな、とふと疑問に思ったわけ。ボーイスカウトとかやってたから、キャンプは結構場数を踏んでるんだけど、山で猫は正直見たことはなかったわけよ。
それに猫は住宅地とか、餌の多いところにいるイメージがあるし、本当に捨て子でもいるのかと思って、グッズと一緒に外に出たわけよ。俺がテントを張ってたのは、一番広いテントサイトだった。そこからちょっと行ったところに、集団でキャンプしたりするとき、キャンプファイヤーとかする広場があるんだ。その赤ん坊の鳴き声っぽいのは、そこから聞こえてくるみたいで、広場の方を見たわけよ。街灯とかないからもちろん真っ暗なわけだけど、さっき言った、ランタン型の LED をもう一個持ってきてて、そっちを持って広場の方に向かったわけ。するとルッツがいきなり広場に向かって吠え始めた。うちのルッツは、人に吠えたりはあんまりしない犬で、むしろ知らない人にも撫でてもらいに進んでいくタイプ。本当に滅多に吠えないからちょっとびっくりしたわけよ。真っ暗闇とはいえ、次第に目も慣れてくると、広場の全体を見渡すことができるようになってきた。ところどころに結構雑草が生えてるんだけど、学校の運動場みたいな感じだった。そこのちょうど真ん中、キャンプファイヤーをするところに、何か変なものがいた。大きさは冬用の寝袋くらいで、なんていうか巨大な芋虫みたいな感じだった。最初は熊の子供かなんかかと思ったんだけど、今まで鹿ぐらいしか、山の動物と遭遇したことなかったんで、何なのか全くわからなかった。でも間違いないのは、その変なものが赤ん坊みたいな鳴き声を発していた。雨は上がってたんだけど、地面はまだ濡れてて、広場の方にはたくさん水たまりもできてた。ちょっと怖かったけど何か確かめたい好奇心で、その変なものに近づいたわけよ。なんつうか、魚が飛び跳ねてるみたいな動きしてた。それが動くたびにビチャビチャっていう音が変に大きく聞こえた。うちのルッツはまだ吠えてたけど、俺と一緒にそれに近づいてくれた。距離で言うと、5メートルくらいまで近づいたんだけど、だいたいどんな姿形をしてるのかわかった。冬用の寝袋に毛を生やした感じ。毛っていうより山嵐の針っぽい感じがあった。虫っていうよりやっぱり動物だった。見えてたのはずっと後ろ姿っぽかったんだけど、いきなりこっちを振り向いた。体が金縛りにあったみたいに動けなかった。なんていうか顔らしきものは、触覚みたいなのが3つついてて、その先に目玉みたいのがついてたように見えた。ナメクジかカタツムリみたいな感じ。顔はその触覚みたいなの3本と、その3本の中央に穴が1つ。顔の下と思われる場所には、ヒゲっぽいのが生えてた。目があったっていう表現はおかしいかもしれないけど、こっちを見つめてる感じがした。1秒か2秒くらいの間だと思ったんだけど、自分の中ではすごく長く感じて、音も何も聞こえなかった。ルッツがずっと吠えてるはずなのに、吠えてる声も聞こえなかった。さすがにちょっとやばいと思った時に、ルッツが俺の靴を噛んで後ろに引っ張ってくれて、金縛りみたいになってるのが解けた。とりあえず俺はそのままルッツと一緒にテントまで走って戻ったよ。テントまでなんとか無事にルッツと一緒にたどり着けたんだけど、赤ん坊の鳴き声みたいのはまだ聞こえてた。俺は慌てて、持ってきたガスガンを取り出して身構えてた。ルッツは場所を知らせないようにと考えたのかはわからないけど、吠えないでテントの入り口の方をずっと見てたよ。正直ガスガンごときで、どうなるものでもないとは思ってたけど、やっぱり何か武器が手元にあると思うと安心した。持ってきてたナタも手元に置いておいたし、できる限りの準備はできた。10分くらいそのまま身構えてたんだけど、ふと例の赤ん坊の鳴き声が聞こえなくなった。変な汗かいてたし、聞こえなくなった、イコールいなくなった、と俺は認識し、ちょっと安心して、携帯で管理人さんに電話して、ここに来てもらおうと考えた。管理人さんは総合案内所的なところに住んでるらしくて、何かあったらいつでも電話してくれ、って言ってたんで、とりあえず電話しようと思った。電波もあったし、電池残量も余裕だったけど、電話に出ない。時間的にはまだ23時手前だし、起きてるはずなんだけど、何度電話しても出ない。
本気で焦った。その時、グッズがまだテントの入り口をずっと見つめて、身構えてることに気がついた。赤ん坊の泣き声はもうしないし、単に警戒心が解けてないだけだと思ったんだけど、全身に鳥肌が立ったのを覚えてる。あんなに鳥肌が立ったのは、人生で初めてかもしれない。濡れた雑草の上を何かが張ってくる音がした。間違いなくこのテントに近づいてきている。ランタンを消すべきだったんだろうけど、あの状況下で暗闇にルッツがいるとはいえ、耐えられる状況じゃなかった。雨がまた降り始めてた。テントの表面にボタボタと雨が落ちる音がやたら大きく聞こえた。張ってくる音は確実に自分がいるテントに近づいてきてた。張ってくる音が、すぐそこのちょうどテントの入り口付近にいることが、わかるくらい大きい音になった。ルッツはまだ吠えずずっと身構えたままだった。俺もガスガンの銃口を、入り口に向けたまま身構えてた。テントの入り口の方から声がした。男の子か女の子かわからないが、舌打ちのような音の後に、子供らしき声が。いとしゃの、いとしゃの。何を言われているのかわからないけど、とりあえず何かわからないものが、目の前にいて、何か言っているその状況に、気がどうにかなりそうだった。その時ずっと身構えてたルッツが、入り口にいる何かに飛びかかった。チャラーラーと断末魔が聞こえた。ルッツに何かあったら困ると思った俺は、勇気を振り絞って外に出た。そこにはさっき見たそれとそれに噛みつくうちのルッツがいた。それはビタンビタンと魚のように水に濡れた地面を跳ねつつ、赤ん坊が泣き叫ぶような声を上げていた。俺はとっさにルッツの首輪を掴むと、行くぞと言って、その場から走って管理人さんのいる建物に走り始めた。ルッツはちゃんとついてきてるか不安だったが、しっかりついてきてるようで、一回返事のように吠えたのを確認した。右手にランタンを、左手にガスガン、ベルトにナタを刺した状態でひたすら走った。キャンプ場とはいえ、雰囲気を壊さないため街灯とかはなく、ランタンの光が頼りだった。道はある程度手入れはされてるけど、コンクリートじゃないし雨で濡れててびしょびしょ。正直腰が抜けそうなくらいビビってた俺は、足元に気を配る暇なんてなかった。地面に出ていた木の根っこに足を引っ掛けた。見事にすっ転んだ。崖っていうほどじゃないけど、少し段差になってるところから落ちた。ランタンとガスガンは手元にあったけど、頭をちょっとぶつけたらしくて、視界が不明瞭だった。ルッツが、道の方からこっちに向かって吠えてるのが見える。体を起こそうと思ったが、うまいこと体が動かない。一瞬もうダメかと思った。まあでもルッツがずっと吠えてたらしく、しばらくして、視界がはっきりし始めて起き上がれた。崖っていうよりほんと段差だったから自力で登ったんだけど、さっきまで元気に吠えてたルッツの声が聞こえない。不安に思い、急いで段差を登って道に戻った。そこにはさっきのそれと、うなりながら距離を詰めずに、身構えてるうちのルッツがいた。とにかく俺は、それの顔らしき部分に一発撃ち込んだ。8ミリとはいえ、所詮サバゲで使ってるエアガンだから、威力なんて大してないことは分かっていたけど、ルッツにこれ以上危険なことをさせたくなかった。文字で表せない音でそれは泣いた。そのまま俺はまたルッツと一緒に道を走り始めた。一刻も早く、管理人さんのいる建物へ、それだけを考えていた。管理人さんがいる建物までは、結構距離があったけど、夢中で走った。雨は土砂降りだし、体中、擦り傷なのか打撲なのかわからないけど痛いし、泥だらけで気持ち悪かった。ただここで立ち止まったらやばいと思って無我夢中で走った。なんとか管理人さんがいる建物にたどり着いた。鍵は閉まっていたが、明かりはついていたので思いっきり玄関の扉を叩いた。管理人さんが開けてくれるまでの時間が、かなり長く感じたけど、
なんとか中にルッツと一緒に入れた。管理人さんが扉を閉めると、腰が抜けたように地面に座り込んでしまった。俺は多分、すごい大声で、扉を、早く鍵を閉めてください、と怒鳴った。管理人さんは不思議そうな顔をしながら、俺とルッツを見つつ鍵を閉めた。息が上がっていたので、俺はしばらく管理人さんに、何があったのかと問われても答えられなかった。とりあえず談話室のようなところに通されて、タオルを渡してくれたので、それで体を拭きつつ、出されたコーヒーを飲んで冷静さを取り戻そうとしていた。ルッツの方は管理人さんがタオルで体を拭いてくれていた。ルッツに傷らしい傷はなく安心した。管理人さんがルッツを拭き終わると、対面の椅子に座り、どう？落ち着いた？と言ったので、俺はことのあらましを語り始めた。管理人さんは相槌を打ちつつ話を聞いてくれたが、次第にその表情はこわばっていくのがわかった。一通り話を終えると、管理人さんは立ち上がり、談話室の片隅に置いてあるロッカーに向かい、鎖についた南京錠を外し、中から猟銃らしきものを持ち出してきた。そして、戸締まりを確認してくる、と言って他の部屋に行った。管理人さんがいるのは、ちょっと大きめのバンガローみたいな感じで、部屋もそんなにあるわけではないと思うんだけど、管理人さんは中を走り回っていた。しばらくして帰ってきた管理人さんは、談話室にある暖炉に焚き火をくべ始めた。一通り作業が終わると、猟銃を片手に管理人さんは俺の対面に座り、厳しい表情で話を始めた。管理人さんが話したことをまとめると、この山には昔から土族の神の類がいると言われていて、管理人さんはこの山を所有する一族らしくて、昔からそういう話は聞いていたらしい。姿形や特徴は、俺が話したものとほぼ同じのもので、カモシカを食べたりするという話が残ってるらしい。管理人さん自体は見たことないらしいんだけど、ナメクジのような化け物を見たという話をお客さんからされたこともあるらしい。今回管理人さんが驚いたのは、めったにいないけど見たお客さんはいたが、襲われたとか追いかけられたとか、そういう体験談がないかららしい。管理人さんはそういうのは信じないタイプらしいが、俺のただならぬ様相を見て、ちょっとヤバいと感じたらしい。管理人さんと俺とルッツの3人で、その夜は談話室で過ごした。午前2時くらいだろうか。俺は疲れていたせいか、いつの間にか寝てしまっていたみたいで、管理人さんに肩を揺すられて起こされた。外から霊の赤ん坊の泣き声がするらしい。ルッツも俺の足元で身構えていた。管理人さんも俺も外を見る勇気はなかった。とりあえず暖炉の火を絶やすまいと二人で薪をくべた。管理人さんの話だと、人を食うという話はないらしいけど、襲われたのは事実だから警戒を解くわけにはいかなかった。ふと話しかけられた声の内容を思い出した。愛っしゃのう？このことを管理人さんに話してなかった。しかし管理人さんにもわからないらしい。言葉のニュアンスから、金沢弁か石川県の方言ではないかということだ。俺は生まれも育ちも石川県金沢市だけど、父も母も他の県の人間で、家族間で金沢弁を使うことは少なかった。同級生も転勤族とかが多くて、金沢弁を使う人間が少なかったせいか、意味を理解することは今もできていない。愛っしゃのう、これは、気の毒にねえ、かわいそうな、という意味だそうです。管理人さんもいざ霊の声が聞こえると、いても立ってもいられなくなったらしく、二人で玄関の方に行き、外の様子を窓から覗いた。外は相変わらず真っ暗な状態だったが、確かに赤ん坊のような泣き声は、玄関の方から聞こえてきた。その時、ドン、ドン、と鈍い音で玄関の扉を叩く音が聞こえた。地響きって言った方がいいかも。そんな感じ。木製の扉を、ドン、ドン、と、地響きのような音と雨の音が、赤ん坊の泣き声の不気味さを変に増強させていた。管理人さんは猟銃を扉に構えた。
俺も釣られてガスガンを扉の方に構える。グッズも俺のすぐ隣で扉に向かって身構えていた。管理人さんの猟銃は、水平二連三段銃で、中折れ式のやつ。管理人さんは扉に向かって、ちょっと声が裏返ってたけど、誰だ、何の用だ、と怒鳴っていた。泣き声と扉を叩く音がやみ、雨の音だけが不気味に聞こえた。3分ほどその静寂が続き、管理人さんと顔を見合わせて、もう大丈夫でしょうかと俺が言いかけた瞬間、どん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 、と大きく音が鳴り、扉に何かが体当たりしてるように聞こえた。管理人さんが引き金を引いた。初めて本物の鉄砲の音を聞いたけど、耳が、キーン、となった。管理人さんは腰を抜かしていた。扉にはいくつかの穴が開いていた。二人で恐る恐る、扉を開けて外を見るも、そこには何もいなかった。しかしいくつもの針のような毛が落ちていた。二人で穴の開いた部分を、ベニヤ板や焚き火で補修した。その日はルッツと管理人さんと俺で、談話室の暖炉の前で、寄り添って朝まで待った。俺の人生で一番長い夜だったかもしれない。俺も管理人さんも長いこと緊張が続いて、疲労困憊の状態だった。管理人さんは地元の猟友会の知り合いに電話。2時間くらいして、50、60歳ぐらいの、屈強なご老人3人が到着。5人と1匹で、俺がテントを張っていたテントサイトに向かった。テントサイトに着くと、例の針みたいな毛が無数に落ちていたのと、テントと俺の荷物がむちゃくちゃにされていた。なんていうか、壊されていた。っていうより潰されていた。ってのが正しいと思う。そのまま管理人さんと猟友会の人たちと、管理人さんのバンガローに戻り、昨夜のことを話す。猟友会の人たち曰く、やはり管理人さんが言ってた、土族の神、だろうという話。このご老人たちも見たことはないらしいんだけど、昔からそういう話を聞いているとのこと。ご老人のパジェロに乗って帰宅しました。とりあえずそういうことが昨日あって、今日家帰ってきました。それでルッツなんだけど、口の中がちょっとひどいことになってて、獣医さんとこに連れてった。結構重症らしくて入院らしい。明日、もう一回獣医さんとこに顔見に行ってくる。車の中で、ご老人から聞いた話なんだが、やはり今まで、見た、っていう話は聞いたことがあるが、襲われたっていう話はないらしい。名前はいろいろあるけど、聞かない方がいい。口に出すこと自体良くないこと、って言われた。ご老人の話だと、神、っていうより、血味毛量の類、とのこと。奇形児が神と交わってできたとか、いろいろ話が残ってるらしい。とりあえず今日は家に帰してもらえたけど、後日お払いとかそういうことをするからと、電話番号とか教えてほしいって言われた。獣医さんには、剣山でも噛みましたって言われた。命には別状ないらしい。離乳食みたいのしか食べれないらしいけど。ルッツが部屋にいないから、正直心細いけど、とりあえず明日、病院行ってルッツの様子見てきます。後日談。猟友会のご老人の一人と、管理人さんと、とあるお寺へ、ご住職らしき方に、お話を伺いに行きました。最初、典型的なお坊さんが出てくるのかと思ったら、髪の毛普通にあったし、30後半くらいの若い人だった。法事とかで来る、待合室みたいな、長い机のある畳の部屋に通された。とりあえず包み隠さず、最初から最後まで全てをご住職に話す。管理人さんと合流したところから先は、管理人さんも一緒になって話した。大体の話は、猟友会の人から聞いてたみたいで、向こうは落ち着いて聞いてた。似たような目撃談や、伝承は先代から聞いてたみたいなんだけど、自分の代になってから初めてらしくて、ちょっと困惑したご様子。一通りこっちが話し終わると、先代から聞いてた話を聞かせてくれた。一つ目は、奇形児を、
神や仏の生まれ変わりとして、山で育てた話だった。手足がない子や、顔のパーツが多い少ない子が、対象だったらしい。二つ目は、大芋虫の話で、その大芋虫に、生まれたばかりの子供を差し出してたって話。まあかいつまんで話したけど、もっと本当はエグかった。話聞いてて気持ち悪くなったからな。芋虫の方は、正確にはナメクジかもしれないらしい。あそこら辺の集落だと、結構有名な伝承らしい。し、し、の、け。どうだったかしら？私は。そうね。長かったわ。前の話に出てくる化け物と似てるわよね。ただ石川と群馬じゃ、そこそこ距離あるし、同一のものではなさそう。あと、この後の話もあるんだけど、なんか打足感あるから、気になる人は自分で調べてみるといいんじゃないかしら。ところでみんなは、有名な怪談の中だと、何が好き？私、意外と聞いてなかったものもあってさ、小鳥箱とか、裏エスクなんかは、見るのだいぶ遅かったわ。さて、疲れたから爽やかなミュージックでも流しましょうか。それじゃあ、モーニンググローリー。どうぞ。的に次が最後ね。適度に短い話を選ぶのって結構大変なのよね。ちなみに次も山の話。山怖って結局魅力的だからね、仕方ないね。とまあそんなわけで次のお話、どうぞ。わらび取り。祖父は近くの山にわらびを取りに行くのを日課にしていた。小さい頃は私も祖父と一緒に行ったりしていた。中1の夏休みも、祖父と一緒に山に行った。その山には昔から、神隠しがある、って言い伝えがあった。そんな山に入るのは、当時の私にとっては、怖いよりもワクワクするものだった。祖父といつものように、と言っても年に1、2回くらいしか私は行かないけど、奥に奥にわらびを求めて入っていった。祖父は慣れた様子で、ぐんぐん奥に入っていった。私はだんだん怖くなってきた。去年はこんなに奥に行っただろうか？私は祖父に、まだ奥に行くのか？と尋ねたら、祖父は大丈夫とだけ言ってきた。もともと無口な祖父だけど、それでもその時は、なんだかいつもよりそっけない気がした。私は少し不安になりながらも、祖父について行った。けれど、いくら歩いても祖父は止まることがない。私もだんだん疲れてきて、
祖父から離れそうになって、慌てて追いかけて、また疲れて離れてを繰り返していた。とにかく祖父からはぐれないことで必死だった。気がつくと、祖父も私も崖の上に立っていた。祖父は崖に近づいていく。私はハッとなって、必死で祖父を止めようとした。けれど、祖父は考えられないくらい、尋常じゃない力で、私を振り払おうとした。祖父は小柄な方で、力はあまり強くない。私はとっさに、持ってた水筒の冷たいお茶を、祖父に頭から思いっきりかけた。そうしたら、祖父はハッとしたような顔で私を見た。祖父はなぜそこにいるのかわからないし、初めて来たところだとも言った。正気に戻った祖父と共に、私は辺りを歩き回って、なんとか祖父が知っている場所まで行くことができた。私たちは、そのままわらびは取らずに、祖父の家に帰った。そしたら、母にかなりの剣幕で怒られて、その後すごく泣かれた。私たちが山に入ってから、丸一日が経っていたのだった。けれど、私も祖父も、せいぜい数時間程度だと思っていたから、それを聞いてすごく驚いた。母は、私たちがいなくなってる間、近所の人と共に、山とその周辺を探し回っていたのだった。だけど、どこにも見当たらなくて、警察に言おうとしていたところに、私と祖父が帰ってきたのだった。もしかしたら私と祖父は、神隠しにあっていた、のかもしれない。わ、ら、び、と、り。もう夏も終盤って感じよね。みんなは何か予定ある？お盆に海に行くのは危険だし、素直に花火大会でも見ればいいのかしら。なんでもお盆あたりは、クラゲの成長が、鬼盛り上げ上げフィーバー状態らしいのよね。やっぱりいる感じがナンバーワン。オーストラリアは魔境だってはっきりわかるんだね。詳細はいる感じクラゲで検索してね。うーむ、花火大会。うちのみんなで見に行こうかしら。屋台で売ってるクソまずい食べ物も、なんかいい感じよね。いいなぁ、私も何か食べたい。あ、そうそう、今回もセリフ用の読み手に、レミリアを用意したわよ。アタシャもいるぞ。そう、今回はついにフランの捕獲にも成功したからね。大丈夫？ちびってない？うむ、事前に済ませてなかったら終わってた。ああ、そりゃあよかった。ちなみに獅子の毛はフランが提案してくれたのよ。フランは偉いわね。ちょっと黙っててくれるかな？出てない。そうそう、それとこのシリーズ。今後も作ることになりました。投稿期間は案の定空くと思うけどね。編集に時間かかるらしいわ。実は丸一日かければ終わるんだけどね。は？マジ？だってパート1は思い立った日に作ったみたいだし。うんまあ、需要次第では早くあげる、かもしれないわね。さて、今回の朗読はいかがだったかしら？科学が進歩した現代でもこういったものが好まれるっていうのは、やっぱり未知への好奇心ってやつなのかしらね。いつまでも、ワクワクする気持ちを忘れないで生きていたいわ。だって、その方が楽しいじゃない。ふふ、それじゃあまた、次回お会いしましょうね。以上、霊夢さんの夕闇怪談ラジオでした。